たあの茶碗蒸しの昨日仕込んどいたやつ。どれぐらいなんですか。去年の5月の31日に、その前まではあのアピアの方で営業させてもらってて。あ、そうなんですね。まあテナントと住居と一緒で古民家あったらいいよねっていう、うちらの中でずっとお話ししとって、不動産屋に紹介してもらって、ここが気に入ったのでここでさせてもらおう言うて、今からキャベツ切って唐揚げの段取りというか、衣をまぶしたりなんなんて。人気メニューってどういったものですか。今はやっぱり唐揚げ多いですかね。前まではあのうちのお店の名前にもなったら、あの初見ご飯っていうのは小鉢たくさん入ってるやつです。あれがやっぱりメインで、お客さんも食べに来ていただいておったからですけど、テレビとかそういうの出させていただいたら、今注文の7割ぐらいかね。飲食長いですか。そうですね、まあアルバイトから入れたら30年ぐらいはやってもな、最初は飲み屋さんみたいな感じだったんですけど、そこでご飯作るようになった。そこからあの割烹行かしてもらったり、ラーメン屋さん行かしてもらったり、中華屋さん行かしてもらったり、いろいろお勉強させてもらいました。これお味噌汁なんですけど、昨日の晩にちょっと仕込んで作って、ちょっと濃いめに作っとんがですよ。それをこの当日ちょっとお湯入れて伸ばす感じ。そうすると味噌のコクが出るというか、まあアクも出るんですけど、アク丁寧に取ってあげると美味しいですよ。大丈夫だよ。どのサメリがかな。はい。お客さんってどんな人が多いですか。前まで年配の方とか結構おられたんですけど、今はなんか若い方も結構家族でおられるような感じで、まあ、どっちかって唐揚げもでかいし、ハンバーグとかも1個120あって、それが3つついとるもんだから、家族とかカップル同士でなんか分けやっこして食べられる方が結構多いので、はい、どうぞ。
やるんですね。なんかいろいろ見聞きして教えてもらったものを作っとる感じですかね。うちの味の決定権は奥さんにあるので、奥さんが美味しいって分かったら出せないんで。あの削り節でしっかり取ってあげた方が美味しいんですけど、今時間がなくてなるべくそれに近づけた味には作っとるんですけゴロゴロ野菜カレーも好きなんですけど、全部具が溶けちゃうカレーも好きで、最近ちょっと溶けちゃうカレーも楽しみますけど、毎朝パン粉、生パン粉作っとるんですよ。そうなんですよ。大丈夫ですか言って、あ、大丈夫ですよ。ただちょっと混み具合によります。
京株式市場で日経平均株価は値を上げ、バブル期の1989年につけた終わり値の史上最高値まで一時あと50円に迫りました。今朝の日経平均株価は寄り付き直後から大きく値を上げ、昨日の終わり値からの上げ幅は皆さんそれで驚かれます。これぐらい大きいと肉汁しっかり溜まる、うまいです。よいしょ。出たやつ。出たやつだね。他とっても出たっしょ。他で出た。だいたい160ぐらいかな。ちょっと肉屋さんにもお願いして、今カットはしてもらってます。
もう一人じゃ間に合わなくて。昔から唐揚げ作ってて、もう20年ほど前かな。最初こんな丸めたりはしなかったんですよ。こういう感じでなんかポンと入れてた感じだったんですけど、もっと肉汁欲しいなとか、食感もっと柔らかいというか、いろいろやっていくうちにこういう形になったかなっていう。これのごまのドレッシングにちょっと味入れとるのがブレンドっていうほどのもんじゃないけど、まあ、そのままだと、ね、面白くないけどちょっと味入れとる。別なことしとんかね。うまい、うん、最高、ベリグ。完食していただきます。
出てこないもんすからね。まあ、うちの奥さんまだ YouTube とかちらちら見とる方だけど、僕がもう全然そっちの方疎く、これ鶏です。うん、チキンライスで。塩よりガラス袋がいいかなって。そこも行ってみたい。今日はちょっとから揚げ食べれなかったと思うので、ちょっとちっちゃいけど、食べてみてくださいよ。いつもあの揚げ物、まあコロッケとか、そういう類のものはちょっと一個ピッとつけます。夜営業してるのは週末だけ。夜は勤労だけ。あれじゃ、してくれるかなとは思うから。バイト行ってるもんね。これはあのスーパーのレジ。うちの奥さんが薬局、ドラッグストアで、なんとか売り値を維持してますから。